色がついた。ああ、さっきのが記憶で、これが、この豊かな町の物語があなたを高みへと連れて行ってくれますように。花崗岩、さっきのお墓にいた人たちの話を聞けるか。やあ、ジェフ、調子はどうだい？アメシは元気かい？まだ自分の家の畑を直そうとしてないんだろ？この手の真菌は実験に使用できると本に書いてあったんだ。もしかしたらこのキノコを利用して失われた作物の埋め合わせをすることができるかもしれない。やあ、花崗岩。俺の言葉は聞こえないのか？変だな。それとどうして花崗岩がこんなところにいるんだ？ああ、俺たちの畑は真菌に荒らされていたんだ。もろちん畑を直そうとはしたさ。町民のために働くのが町長の務めだからな。その実験をしようとして失敗して町が滅んでいったのかな。それでも花崗岩は俺をもっと励ますべきだ。音楽いいな。幼虫もいる。成功の秘訣は信じることさ。これは一緒だね。人が戻ってるだけか？いやー、色がついたらだいぶ雰囲気変わったね。いい演出だ。敵もちゃんと色がついている。また同じルートをたどらなくてはいけない。あ、でも鍵とかは刺さってるね。同じ場所で時だけが変わった。このセリフとかもね、一緒だし、不思議だ。ストーニー、ジェフは引っ越したりしないよね。僕のお父さんが、ジェフはキノコのことなんか気にしてないって言うんだ。でもお父さんの言うことは信じてないんだ。お父さんは嘘つきだ。ごほごほげほげほー。ああ、かわいそうなストーニー。俺がこの街を救ってやるからな。でも、救えなかったでしょ。お父さん、畑のキノコを追い払ってくれる？ごほごほ。すごく息がしづらいの。シルクも心配してたわ。ああ、もろちんだよ、アメシア。お父さんが追い払ってくれるさ。ただお父さんには、もっと時間が必要なんだ。大丈夫。すぐに畑はきれいになるからな。俺はとにかく、この汚らわしいキノコを掘り取らなくちゃいけないんだ。だから掘ってたのか。手を洗ってバイキンを洗い流すのと同じだ。掘りすぎてダメになっちゃったのかな。誰か、本当にセノーテに引っ越すお金がないの？他の誰か。ああ、引っ越せないよ。モブさん。お金もないし、家具を動かすのはもうゴリゴリだ。ジェフの計画をただ信じるしかないよ。町と一緒に滅んでしまったのか、そのまま。やあ、ジェフ。あんたがキノコを掘って取り除こうとしてるって聞いたよ。でもキノコは何もないところからいきなり生えたりしないんだ。別の方法を試した方がいいよ。結局、菌類なんてのは地下に巨大なネットワークを作ってるんだから。またフォスファーが来てくれた。いつも俺にアドバイスをくれるんだ。なんていい人なんだ。それでも、掘る以外に方法はないんだ。ジェフ、あなたもう何週間も掘り続けてるわ。ゴーゴー。大丈夫だって言うけど、言うと思うけど、これは何が何でもやりすぎよ。セノーテとの取引が悪くなってる。私、引っ越さないと。キノコみたいな真菌は肺に良くないってみんな知ってるわ。ゲッホゲッホ。ナノダストがこの状況を引き起こしてるって噂まであるのに、セノーテの人々も私たちの関わりを持ちたくないって言ってるわ。お願い、ジェフ。諦めて。前に進みましょう。ああ。俺はなんて立派なんだ。信念を貫いてる。おいおいおい。頼むよ、ルーティア。もう少し時間をくれ。ちょっと、人の話に耳を傾けて。君はこの町を破壊してる。畑の半分が完全に掘り起こされて、噂がどんどん広がっている。なのにキノコはまだここにある。ジェフ、いつになったら諦めるんだ？ゲッホゲッホ。大義のためには犠牲も必要なんだ。意地になってるというか、ちょっと、変な方向に突っ走ってしまってるな。空気がとても悪い。自分たちが一体何をしたと。ああ、センター、お助けください。ジェフ町長、違うんだ、そんなつもりじゃ。ああ、そんなこと言わないで。僕はただ行ってみたかっただけなんだ。もしかしたらって。君が怖がってるのもわかる。でも俺は諦められないし、絶対に諦めない。諦めて。ここの畑はもう死んでる。僕たち引っ越さないと。違う。こんなの一人で直すことなんか無理だ。この問題には何か原因があるんだ。僕たちにはどうしようもできない原因だよ。お願いだ。ごほごほげほげほ。僕たちみんなナノダストのせいでキノコが育ってるって知ってるんだ。僕たちにはどうしようもない。ちゃんとしたクリーナーが必要だよ。しかも今すぐ。しかしこの頃まだノバはいなかった。
お願いだよ。もうおしまいだ。町の半分が移転した。これが今の僕たちの世界だよ。手遅れだ。どうして僕を信じてくれないの？明日僕は出ていく。アメシアを連れてセノートに避難する。お願いだ、ジェフ。シリコ、ああ、俺の愛しのパートナー。君でさえ俺を理解してくれないのか？この町を救いたくないのか？彼が俺にもっと言ってくれれば。なんか人のせいにしてるぞ。いろいろと。自分は間違ってないとか、みんなが手伝ってくれないとダメだよとか、周りと話す割に話をあまり聞いてないような。ジェフ、はてなはてな。ナノダストがそこら中に広がっている。このまま行けばこの街は終わりだ。シリコ、どこにいるんだ？手伝ってくれ。シャベルを持ってここに来てくれ。この土全部を捨てないといけないだ。今すぐに。ノア、あいつは俺じゃないよな。なんで俺とそっくりなんだ。今すぐ出ていけ。認めたくないんだな、自分の過ちを。そしてさっきのは、まだ表層だったというか、こっちこそが真相と。だからこそあのダストクリスタルがちゃんとあったと。ようやく思い出したよ。ある日俺たちの畑にキノコが生え始めたんだ。農作物は枯れ、大惨事が目前に迫っていた。農作物がなければこの町には観光客も来ないし、輸出することもできない。だから俺は自らこの町を救う役を買って出たんだ。来る日も来る日も俺は掘り続けた。キノコを全部取り除いて畑を元通りにした。それでも人々は去っていった。彼らは諦めたんだ。この町を見捨てたんだ。どうして人生はこうも残酷なんだ。他の住人が言うことももっともだったか。ヌバ、俺はようやく綺麗になって全てを思い出した。だからこそ自分の心の声に従わなければ。俺はここで作業を続ける。そして全てのキノコを取り除く。それが自分に課せられた責任。いつの日か俺は成功する。君のようにな、ノバ。なんだろう、ちょっと間違ってはいたけども、責任感はあるというか、ありすぎたせいでってとこもあるね。だが、ああ、しばらく休んだ方がいいのかもな、ごほごほ。お、お前も。そうだ、ほんの少しの休憩だ。体がやけに重い。肩に何か重いものを感じる。一気量でもいるか？明日こそ、すべて取り除いてやる。これで最後だ。カードを手に入れた。これで彼は思い出して、自分が何をしていたのか。ジェフから返事はない。動いているようだが、ただの錯覚かもしれない。やられてしまったか。俺が代わりに掘るしかないか。そういえば終わった後のパリセード話がなかったね、今回は。彼は今何をしてるやら。あそことか、上から飛び降りたらいけるかな。見づらい時はこうやって視点を変えて、上から見るとまた違った雰囲気だね。ウィーン。 X ボタンを押しっぱなしでゆっくりと降ります。家の電気は消えていた。ドアは閉まっているようで埃っぽかった。エルディがくれた小包に書いてある住所と同じ住所のはずだが、ノバはドアをノックした。返事がない。ただの屍。ノバはもう一度ノックした。ドンドンドン。何も聞こえない。エルディの友達はどこにいるのだろう。ノバはポストに目をやった。郵便物でいっぱいになってる。ノバは小包を置いていき、置き配だったか。エルディにこのことを伝えることにした。エルディはセノートにあるエレベーターの底の近くにいるはずだ。おお、じゃあ一回戻ってみるか。ゲームの設定を開いて難易度を変更することができる。へー。
ブログ記事には書いてあったけどね。ごめん、そこまでチェックしてなかったよ。このあたりは最初に一回しか話しかけてなかったからまだ聞いてなかったけども、こういうヒントもと。もうネタが尽きちゃったから生活面でのアドバイスをあげるね。パンはトーストしないこと。電子レンジで10秒くらいチンするんだ。人生が変わるよ。マジで？エルディいた。エレベーターの後ろ側。あら、あのば、帰ってきたのね。私の友達の様子はどうだった？キノコのタルトの、タルトノバ？あ、キノコのタルト、ノバにも食べさせてくれた？彼女がセノーテのマーケットでパスタの棚をひっくり返しちゃった話も聞いた？タルトだったのか。勝手に置いてきちゃったけど大丈夫かな？え、彼女いなかったの？ポストがいっぱいあった？ノックしたの？それってすごく変ね。あのね、ノバ、ここしばらく彼女からの連絡が全くないの。もしかしたらどこかに引っ越しちゃったのかも。どこかで新しい生活を始めてるのかも。でもそれだったらね、郵便物はね、転送届を出してるはずだから。それをしてなかったのかな。もしかしたら彼女とはもう二度と会えないのかも。とにかくありがとう、ノバ。ノバは忙しいもんね。俺にこれを受け取って。ノバの役に立つかもしれないわ。教育パッチを手に入れた。ありがとう。 2D の方での最大体力が増加と。今は少しの間休もうかな。それか古い日記に今思うことを書き記そうかな。古い友人たちに思いを馳せながら。設定画面下の方あったんだ。ファーストビューのところまでしか見てなかった。無敵オフオン、体力を倍にするオンオフ、ひえー。 2D チェックポイントを通過時にセーブする。あ、これはオートセーブのか。スピードラン用、おお。こんなにあったのか。渓谷南、ここはまだそんなに探索してないはず。なんだろう、インドの仏像のような。反対側には滝、空から来る滝。サガ3を思い出すな。ね、空にある壺から水がダバーで、未来に行くとね、もうかなり沈んじゃってて登れそうだね。これは違う、宝箱だ。やった、ノバーカードを見つけた。あのダイン TCG ジェイドハイウェイ。私が気に入らないってならハイウェイにでも行ってちょうだい。待って、私こそがハイウェイだった。あははは。この高速道路が言ってるのか。あなたのエゴを満たしてあげるのにわざと間違ったことを言ってあげたのよ。その間ずっとあなたは私に、完全に私の支配下にあったんだから。深いな。これカードの背表紙がさ、あのダイン1のオープニング画面、タイトル画面っていうのが憎いよね。股の下をくぐると、お、細い道があり、先へ進めた。アウターサンド南。あらあらあら、急に車から降りちゃって。かつてはセノテを遮っていたダストストームが今はアウターサンドへの境界度を遮っている。ダストの嵐がたけり渦を巻いている。ノアと目と鼻の先で分厚い壁を作り出している。彼女の命など、彼女の使命などほんの一瞬で消し去ってしまいそうなほどの近さだ。近い近い。それでもなおその混沌とした嵐の中にノバは奇妙な美しさと安らぎを感じた。まるで家の壁のように感じる。ノバと他のみんなを守ってくれるような、そんな感情をノバはダストストーブに対して持った。実家かな、実家のような安心感。ノバはダストストームの中に住みたくなった。何その好奇心。でもそんなことをしたところで彼女の任務を危険にさらすだけだということに子供も分かっていた。センターが先に進むための鍵を握っている。力を貯めておかなければ。フラグというか、またいつか来ましょうっていうところが。このマップはまだ探索しきってなさそうだな。この森の中、ハリーポッターのあの怪しい森みたいだ。通れない。徒歩か、よいしょ。おいしげってるね。ぐるぐると視点を回しながらじっくりと見ていくので、酔わないように注意してください。酔った場合は
すぐさまトイレに駆け込むんだ。あそこゲートっぽくなってるね。あれ？水中に何かある。なんだこれ。お、ペン、土管、ギョンギョンギョン、デレデレデレ。セーブ完了。あ、なんかマリオオデッセイのなんか思い出すな。こういうさ、壁というか、そこに入ってさ、視点が固定されてぐるぐる動く感じの。これなんだ？ミニチュアの世界のような。人がいるね。